こんにちは、こんばんは。ゲーム動画でいこうです。ビーナスイレブンビート始めていきましょう。イベントあるかな。スカウトはあるけど、新イベントは多分ない。もう一回行ってもらいましょう。あれ、なんでまだ工事中なんだ。あ、結構時間かかるんだ。さすがにこれを拡張するのはバランス悪いからやめとこう。お、一人増やせますね。万丈匠、舞台回帰。2個だったっけ。試合試合試合。神尾杯、ディフェンス特訓杯。勝ち点ランキングだな。神尾杯ポイントは50しかない。反省してみよう。5が一番高いのか。あ、まあでも彼女と変えられんな。
これあくまでエントリーするだけで、実際に試合をやるわけじゃないんで、普通に行きましょう。いいですね。突破だ。前半戦終了です。さあ、ヒロは止まっている選手がいる。交代です。ありがとうございます。さあ、どんどん行きましょう。
お、得点を奪いました。先取点。なかなか点数奪わしてくれないですね。強い。もう時間がないです。前半戦終了です。意外と相手は強いな。これレベルが上がった。2点目です。前半戦終了です。そのまま後半へ。
パニックダイレクト得点を奪いました。3点目。相手も強い。すごいな。さあ昇級戦です。ゴール！前半戦終了です。ちょっと疲れてますね、これは。Thank you.
まあ、相手の能力200とかだからな。通常シュート、得点を奪いました。4点目。試合終了です。お、いつの間にかこんなに増えた。チケスカウトの時間だ。ファンタジスタスカウトも引けますね。スカウト開始よ。星4だからまあまあ強い。育てれば強い。といろいろありますが、このバースデースカウトっていうのやってみますか。復刻ですね。2回やれます。なんだこれ。危なかった。最新情報バラしておくかな。一招待。夏ですね。大胆にかつ繊細に。ほら、次行くわよ。今度は私がウサギさんからお届けします。まだまだ行くよ。みんなの期待を裏切りた。こっちみんな水着だから。この場合もう一度やっちゃいましょう。手加減は無料です。練習の成果をお見せします。お餅食べすぎました。練習の成果見せちゃうよ。リアル練習の成果。私だって今はサッカー選手。いろんなバージョンあるんだ。同じチャンネル。お年玉イコールゲームし、今度は昔がぐ、賞金じゃ若葉にはかなわないよ。服装違いやな。
フィアスギルやるか。上級。すごい。とか言ってるうちに選手権です。天塚美琴と使ってるからな。ちなみにディフェンスもやばいです。後半戦開始です。負荷をかかり方がすごいですね。あ、すごいな、これ。状況といっては油断はできないです。スーパーが、よしよしはいい仕事してくれます。勝った勝ったが、ちょっと長球は厳しいな。
あれよ。はっはっは。確かに。任せておけ。ローカルリーグの開催。モンブってなんだ。試合開始です。4対0圧勝です。うわ、はい。あれよ、そんな、まさか。なんだろう、ここまで。もう次の試合最後にしましょう。
終了です。疲れてる選手がいる。だよ。好感度も上げていきましょう。これ解放できるんだ。
シュートを装備したい。ちょっと特訓ですね、彼女は。結局ミニゲームか。これ一番下なんだ。練習試合か。これすれば上げることができる。特訓開始じゃ。もっと上げることできますけど、今はまあこの辺りで。3000いったや。でもな、11年スカウト。いろんなキャラがいますね。はい、というわけで今回は通常リーグを中心にやっていきました。ローカルリーグですね。一部まである。行動力もいる。やっぱり黒髪ロングだろう。というわけで、ビーナスリーグとかいろいろあるみたいですが、これとか。通常リーグを行くと基本的なストーリーが進めるんで、これを中心にやっていくのかなと思います。ローカルリーグですね。はい、ということで、選手もだんだん育てていきますので、応援よろしくお願いします。そしてよろしければ YouTube のチャンネル登録、高評価お願いいたします。 Twitch も配信しております。ぜひご覧ください。ビーナスイレブンビビと遊んでいきました。ご視聴いただきありがとうございました。ゲーム動画でいこうでした。